おはようございます。おはようございます。今日は今日は4月30日、ゴールデンウィーク2日目歩きました、とりあえず今日はネアガヴィンテージでライブですということで、とりあえずどこや、何駅に行くよ俺を。あ、そんな、あんまり個人情報なんでちょっと伏せときますね。最寄り駅まで向かいます。レッツゴー。お腹すかん？早くないですか？だって朝ごはん食べてないやん。あ、まあ確かに多少っていうね、お腹すき具合可能ならばやっぱ歴史を刻みに行きたいところですね、寝屋川なんで。行きたいですね。けどなんかライブ前に、はい、それジロとバンドマンってめっちゃいっぱいおるけど、みんなニンニクどれぐらい入れてんねんやろ思うんだよめっちゃ気になりますね。ライブ中とかにもあいつらニンニク臭くねみたいなでも思ったことないですね。ない。あ、確かにな。りょうたろうには毎日思うけどなお昼は王将です。餃子王将そんな CM やったっけ。何やおしゃれなカフェに行きました。いつもその顔しかせんな。セルセル怖すぎ。舐めるような角度で撮ったね今ね。入れてあげてる。な、ブラックなんかな。好きじゃないと思ったら死ぬほど砂糖入れた方がいいよ。入れやすい。でもこれぐらいでうまいから。あんまり絶対。コーヒーあんま好きじゃないやろ。多分な。はい、飲んでみ。あ、うめえな。本日の物販じゃんけん、お題は立ち幅跳び。立ち幅跳び、立ち幅跳び。フィジカル的なそうだよな、ね、運じゃねえって。ええぞ、じゃあ外でやろうか。そうです、ね、こっちからでいいじゃん。そこから、あ、全員同時に行く。全員同時に飛んで横から見る形にしましょうか。ちょっとでも分かる。男と男のプライドをかけた戦いが今始まる。そこまで飛べるから下がっといて。あんまそこまで飛べるかもしれない。絶対来ないやろ。いきます。3、2、1、どうぞ。任務ちゃうか。任務やな。任務やな。若干任務が数センチ後ろやったな。これは負けを認める。残念でした。また次回頑張ってください。応援よろしく。ただ任務が持って帰るだけのゲーム毎回負けが続いてるね。なんか僕が勝てるゲームのアイデアをください。なんやろうな、早口言葉とかリフティングとか。あ、それは勝てますね。サッカーボール持ってこんと。サッカーボール持ってきますやっぱこれも不公平だ、ある意味。うん、確かに。やっぱ運ゲーじゃないですか。勝ちに行ってる。確かに、こんな負けてるし勝ちに行って負けた。残念ながら。残念でした。頑張ります。はい、さよなら。あなたに会って迷惑かけたんだ